ルイージマンション3。さあ、続きやってこう。前回何があったかと言いますと、はい、ルイージの帽子がとてつもなく臭いということが分かりましたね。でさ、この右のびっくりマークに来てんだけどさ、なんかこれ部屋出たら場所変わってんだよね。どこだよここ。一回来た場所っていうのは分かんないけど、これあれか、もう右上のマップ信用ならねえから。なんで敵も出てくんの。もう一通の敵はもうお前ら弱いんだからさ、なんかもう俺がさ、 B ボタンとか A ボタンを同時に押しにした瞬間死ぬとかそういうのなってくんねえかな。剣を持つな。お前ら持ったとしたらその剣早く使え。せめて使ってから落とせ。よへへへ、バカみたいに弱えなこいつら。そんな喜ぶな。もっと強い敵に勝った時に喜べ。だったらこれさ、もうどこ行ってもちげえのかな場所。もうどこどこじゃここ。また敵。サイコロだ。うわ、リスキーダイスだな。リスキーダイスを投げてきやがる。どこにいるんだ。おーおーおー、ザコ軍団がよ。おい、ザコ軍団、サイコロ投げろ。そいつ、お前サイコロ投げて助けてやれ。サイコロ投げて助けてやれ。もっと早く投げろ。なんで俺敵にアドバイスしなきゃいけねえんだよ。弱いな。すっげえ弱い。すっげえ弱いんだよお前。あんまこう言いたくないんだけどね、絶対喜ぶな。あんま言いたくないんだけどすっげえ弱いな。で、とりあえずいろんなとこ入ってく。もうどこがどこかわかんねえもんな。あーあー、いるな。多いな。何をすればいいんだお前。で、走り、危ない危ない危ない。何考えてんだお前。危ない。てめえ投げさ、おいた。こいつらなかなかやるぞ。クソ、てめえ弾を投げるんじゃねえ。よっしゃ、ここ4体ぐらいない。危ないな。待って、ハート取っときた、ハート取っときた。危ない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 。投げな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 。いけ。腹立つこいつら。全然出てこなくなったぞ。いた。おなんかお前、お前超、お前挑発したな今。おい、カモンみたいな感じで挑発しやがったなあいつ。来なさい。おい、ロックリーじゃねえんだからやめろ。お前ロックリーか。お前待って、これ投げ、いやもう遊ばれてる。おい、腹立つ。クソ、うわ濃いじゃねえ。クソ、こんな雑魚的にこんな大声上げる必要ねえんだよ。おい、これうわ。いや、謎に苦戦したなここ。オッケー。さあ、あ、そう、こういう戦いの時はそれぐらい喜んでいいと俺も思うわ。なんかちっちゃい今のさ、あんなに苦戦したんだからさ、他の敵の時には喜びやめてほしいよね。まあまあこんなもんですよみたいな澄ました顔でいてほしいわ。もう一個に一体できるみたいな感じ。何、どういうこと、どういうこと。おお、あ、そう、お前かい。何でお前そこに入ってたんだ。逆にお前めっちゃ弱えんだよ。言っちゃ悪いけど、後ろ後ろ取らせる後ろ。お前すっげえ弱えんだよ。これなんかタイミングよくてどうやって押すんだろう。1234、いや4回しかできないの。ちょっとタイミング練習してえな。おい出てこい。どこにいるんだ。おー、すごい、だいぶ近くにいたな。あ、でもこれもう終わっちゃうか。もうちょっと強い敵中ボスぐらい出してくれてもいいんだけどな。え、ルイージお前自分でやってて思わないの。あれ、この短期間でこのガッツポーズ3回やったなとかちょっと思わないのかな。違うガッツポーズしようみたいな。ここもいんのか。上いるね。さあどっから来んだ。俺はいつでも準備できて。おお、いるいる。中ボスじゃねえ。いやー、お前なんかザ・ボス感出して。ああ、すっげえいいんじゃん。すっげえいいんじゃんこいつら。ただもう全然強くない、全然強くない。ずっと一緒の敵、ずっと一緒の敵なんだよ。もうお前奥のやつ戦え。何してんだお前、来いな。お前もすぐ終わらせてやるから。弱い。あ、ハートありがとう。ハートだけはゲットしておこう。別のガッツポーズ、別のガッツポーズ。もう何なら椅子にかぶり始めた。じゃあこのまま進んでっていい。とにかく一旦いろいろ行こう、いろいろ行きまくろう。あー、いる、ここいる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 。次どういう敵、どういう敵。ここの、あ、なんかどこにいるんだ。ここの奥とかにいるのか、もしかしてだけど。いそうだな。吸い込むか。多分出てくんな。出てきた。あー、ちょっと分かりづらい、ちょっと分かりづらい。いった。何その攻撃の仕方。こう思ったんだけどさ、同じような敵とこんな戦う必要あんの。そんなに守りたいの、あのさ、ハーピーレディ3姉妹を。この
雑魚敵たちはさ、俺思うんだけどね、そんな守る必要あるやつらなの？絶対いいんじゃん敵。あのマジシャン三姉妹はもう詐欺師みたいなもんだから、別にさ、そんな守る必要ないってなあ。お前らどういう敵だ、どうすんだどうすんだ、弱え、世界一弱えぞ。くそ、わけのわからんところを歩かされてる。俺はどこに行ってる、ここかい。下行ってないからこっち入ってったらどこに繋がるんだ。また敵いるよね、そりゃいるよね。どこ、はい、もういつでも来い、いつでも来い。はい、お前嫌い、お前早めにぶっ殺しておく。お前嫌いなんだよ、先に言っとくけど、お前結構嫌いだ俺のタイプの中で。よし、なんかいるかこれ。ああ、で倒してハードラッキーで、お前も嫌い、お前も結構嫌い、お前は好きだぜ、弱いから、お前は弱いから好きだ。あと1体だ、あとどこ行った、あーいるね、こうかな、よし、オッケー、結構いるな、何体倒したんだ俺。ごめん、サクサクカットしまくってるだろうから何体倒してるか分かんないかもしんないけど、めちゃめちゃもうなんか20体ぐらい倒したんじゃないかなって思うんだけど、これどこまであるか、どこ今、あ、着いたんだけど、何もいねえぞ。ああびっくりした、ムービーか、ついに始まるのか。いいな、この怯えてるルイージ、いいな、ずっと怯えてるな、そう考えたら。あ、スポットライトが当たった、おい出てこい、ハーピーレディ三姉妹、分かってんだよそこにいんのは。出てきた、やっとマジックを見せてくれるんだね。なんだその攻撃の仕方、おちょくるな大人を。おお、目が回る、ルイージ大丈夫か、どういう対策の仕方だお前、見なければいいみたいな対策方法をやめろお前。んー、どこ、急にラスボスの空気出すな、おい、ラスボスだけだぞこの背景使っていいの、この危ない感じの色使っていいの、お前らごときが使ってんじゃねえ。これはこれでかわすだけでいいのか、もうちょっと早くてもいいかな、そのトランプもうちょっと早くてもいいかも。うん、緊張感がゼロだ。いや、ラスボスの空気だけだよそれ、これ このタイミングで光らすとか全然関係なさそう。これか何をすればいいんだ俺は、何をする、あぶね、よくかわした、あ、そのタイミングでも撃ってくるんだ。おー、来るだ、どうすんの、あ、なんかできる、これじゃね、これか、どうすんの、あー、来た、嘘でしょ、ちょっと待ってね、お前めっちゃ弱いじゃん。え、これで終わりじゃないよね、さすがにめっちゃ弱かったぞ今の。あ、一人消えてる、一人姉妹が消えた。爆弾になった。あ、これ覚えとけばいいんだね、左真ん中、真ん中だけ覚えとこう。で、真ん中の位置が多分またコロコロ変わるわけでしょ。ごめんなさい、ちょっと実況とは言いにくい発言をしてしまうかもしれないんですけど、何言ってるか分かんないかもしれないですけど、真ん中、今真ん中にいる、真ん中にいるの場所覚えとけ。まみしひうみしひうわりりゅうふぅぅぅ、ここだ、いてぇ、いた、はしひうみし、これ追ってるとダメだ、これでいいのか、え、ダメだ、なんでダメになってんだ、にー、もっとギリギリか、いー、う、やばい、死ぬ、ちょっと待って、これ場所覚えてると、あ、場所覚えてると、ちょっとここらへん、これでいいのか、やべ、死ぬな、ちょっとここだよな多分、これ合ってるよな、よし、オッケー、お前が正直場所覚えてなかったけども適当だ、このままいって、あと20の体力でいけると思えねえんだけど俺、だってあと1回食らったらハート取らして、ハート、あー、めっちゃハート、よし、1回分食らっていい、やべえ、緊張感がある、これなんだか、真ん中のやつ覚えとこう、で、これギリギリで、これね、ギリギリでこれをすればいいのか、なんかあんのかな、範囲が、真ん中、今真ん中、まーみーひーまーまーまーひ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 ー、まだひー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 、ここからみーしーひー海しー、うえーい、どこどこへ、みーしー、おひーを行くよー、どこ、おい、敵とクラピカ、右だよね、クラピカ、右、やったー、合ってた、え、光らされる、なんだこの戦い、やった、敵
信者の俺は合ってたんだ。グッバイ、バイバイ、さよなら、じゃあね、またね。全パターン言った。ある位置できればこっち向いてやってほしかったかな。カメラ位置的にめっちゃハート出てきた。めっちゃハート出てきたな。いや、いっぱい喋ってんのに BGM でかい、すぐ撮ったな。すぐに撮ったな。12回、結構もう集まった感じするよ。え、これ、え、あと何個、もうあと3、4回分ぐらいじゃない。で、これエレベーター戻ればいいんだよね。さあ戻ってきた。なんだかんだ死んでねえよな俺。もしかして結構ゲームうめえのかも。やっぱさあ、12回だよな。よくいしょ。結構集まったな。このな、いや、この見るルイージももうあと数回か。12、最上階が15、めぐれは10増ですね。めぐれ警部は10増ですからね。皆さん知ってますか、めぐれ警部の下の名前10増ですからね。コナン君のあの元太がね、めぐれ13って言ってしまうあのシーン、あれ名シーンだね。じゃあ12階、ピーチレストランフロア。絶対ピーチじゃん。え、ちょ、ビーチか、ビーチレストランか、ちょっと紛ら、いやいや、これ見えないでしょ。あの丸なのか点々なのかわかんないけど、ピーチなのか B なのか、 P なのか B なのかわかんないよね。これピーチレストランだとしたら、ピーチが経営してるだけ、ただ投資してる感じになっちゃうもんな。ビーチレストランでもこれ多分俺ピーチいると思う。そろそろメインキャラの一体ぐらい出てくると思う。すいません、この時間はこいつを出しておかないとね。犬のお散歩と一緒なんで、犬の散歩だよーんってわかる。これ悠々白書のリンクっていうやつがヨーヨー投げるときに出す技、犬の散歩だよーんっていうやつを、こういう分かりづらいこと言ってるから滑ってるみたいな空気になるんですけど、悠々白書読んでる人からすれば多分笑いは取れてると思うんでね。はい、来ました12階。よく喋り続けれんなって自分で思うわ。12階か。レストランってことは普通に、あ、待って、なんか鏡に映ってんの。ルイージ、そんなにさビビる必要そろそろないと思うな。俺ルイージが大好きだからこそ批判する部分もちゃんと言わしてもらう。ルイージもそのくだり12回ぐらいやってるわけじゃん。でもいろいろさ、このホテルで怖い体験してきたのに、今更そのビビり方はちょっとね、恥ずかしいもんがあるよ。めっちゃ批判してんな。めっちゃ批判してる。あ、待って、これはなんか映し出せるのか。そういうわけでもねえのか。あ、あ、なんだこれ、なんか今水動いてたもんね。あ、待って、吸い込み、いや、このね、吸い込み嫌い、吸い込みくん嫌いなの、すげえ。よしよし、いや、もうその5のダメージがほんと嫌いなのよ。黙って捨てく、黙って捨て込まれろ。何これ、あ、金が、あー、なんかこういうおしゃれですよみたいな感じか。いいな、俺もこの、なんかこのセット家に置きたいな。大きい水の上をな、船が泳ぐみたいな、この大きいセット俺も家に買おう。リビングに置こう。そのうち水も入れなさそうだな。あー、ま、とりあえず進んでく。なんか光らせたりする。これ上回せる、なんか来るな、これなんか来る。あー、金か。ま、金は集めといて、じゃあ進むか、とりあえず。何これ、でっけえ船だな。あ、これ船の中ってこと。船の中も全然わかんない。船の中の様子わかんねえんだわ。せめてこの扉開けといてくんねえとさ、この扉さえ開けといてくれれば、あー船こんな感じになってんのかって言えるんだけど、なんだったらもう外観とほぼ変わんねえんだわ、これ見た目と。まあ、進ん、あ、なんだ。久々だな。なんか久々に感じね。博士いつもなんか一方的に急に話しかけることあるけど、このバーチャルボーイ使ってくんの久々な感じすんだ。なんでルイージ毎回電話の場所忘れるんだよ、そんなでっかいものなのに。船の障害物が扉を塞いでおるせいで、その先に進むことができなくなっておるの。あ、そういうことなの。このでっけえ海賊船みてえなのが邪魔で進めないってことなの。まったく、どうしてこんなところに船なんかあるんじゃ。さてはお化けのやつらの仕業じゃな。すぐ人のせいにする、すぐお化けのせいにする。もうお化けのやつらじゃなかったらどうするんだろうね。僕らやってないっすよとか言われたらどうするんだろう。ところでルイージ君、妻がすぐにベースラボに戻ってきてくれんか。はい、来た。はい、来ました。遠距離恋愛中だったからかな、そういうことですね。ついに顔を見たくなりましたか、ルイージの顔を見たくなったんだ。電話だけじゃ耐えられなくなったんだな。
実はちょっとトラブルが発生しての、まあ詳しいことはベースラボで説明してやるぞい。わかりました。トラブルってどういうトラブルなんだろう。水のトラブル発生みたいな感じかな。さ、わかったらとにかく戻ってこい。待っておるからの、急いでくれよ。すごいせかすじゃん。そんなに会いたい。グッバイ。いいなこの海賊船。海賊船つったらやっぱワンピース思い出すよね。あのワンピース、ごめん、ちょっとワンピースの話していい？あのさ、俺ワンピースの名シーンっていっぱいあるじゃん。でもなんだかんだみんな共通だと思うの、一番の名シーンって。その名シーンがさ、あのワンピース第3巻の町長であるブードルが町を守ってくれたルフィたちに対して言ったセリフ。スバーン、おにぎりー。ここ一番の感動シーンだよね。誰もが覚えてる、誰もが泣いたシーン。確かにエースだったり、あのベルメールさん、ロビンの生き代だったり、メリーゴとの別れもあるけど、やっぱここ町長ブードルとの別れだと思うんですね。私は誰にも分かんないのかな。スマホを握る、このモノマネめちゃめちゃ似てるからね。見てみて、アニメでどこのアニメか分かんねえけど、久々に使うこれ。背景暗闇の世界めっちゃ怖いもんな。お、帰ってきた。あれ？あれ？ウィーキウィ。あれ今キノピオイ？おいお前食ったな。お前ついについに食ったな。博士、お前それは緊急じゃ。お前食ったな。確かに俺おかしいと思ったんだよね。なんか食事飯がどこにもないなって。キノピオ一匹食われた博士に。やられた。うわー、やっぱりまた、おい、おい、キノピオ、お前、俺と一緒に行動するぞ、これから。お前、食われるぞ。おお、待っておったぞ、ルイージ君。そう、ねえ、そう。ん？ん？キノピオ君が一人いないじゃと。そうなんじゃ。トラブルとはそのことなんじゃ。俺、ジュルリってやってるもん、食べ終わった後。もう、奥のキノピオがね、多分笑顔で手振ってなきゃお前も食うぞっていう指示が出されてんだろうな。ルイージにこっそり助けてみたいなメッセージを送るなと。博士からのメッセージだなこれ。そういうことだ。お前はずっと手振り続けて僕は問題ないよみたいな演技をしろって博士に脅迫されてんだ。事情を説明するとじゃな、実はわしオバキュームをもっとパワーアップするための改造を思いついたのじゃ。あ、うまいこと話を変えてきてやがる。そこで改造のために必要なパーツをすぐにキノピオ君に探しに行かせたと、そういうわけなのじゃ。本当か、おいキノピオ、おいキノピオ本当かこれ。じゃがルイージ君、まずはこれを見てくれんか。キノピオ君に持たせたライブカメラの映像じゃ。ああ、これは本当くせえな。まあそりゃそうだよな。そんなどうしよう、ライブカメラの映像にさ、一瞬小山博士がさ、キノピオを本気で食いに行ってる一瞬映ってたの、どうしよう。そこでカメラの映像途切れてたら完全にお前じゃねえか。おい、何の笑顔なんだお前。お前キノピオ、キノピオとはなんかいなくなっちゃったのにさ。あ、歩いてる。かわいいかわいい、足がキュッ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 てる。これなんか子供が履く靴であるよね。あー、敵がいんのか。そっか、キノピオは戦う術がねえんだもんな。じゃあ探索に出んなって話なんだけど、そもそも。あー、転んじゃった。あー、投げちゃったのか。だから手がリアルだな。あー、驚かれるぞ。そう、どうすんのこれ、捕まってるってことこいつに。どうすんだ、逃げるんか、まあ、結局一目散で逃げてんな。あー、で、お前ここはこれどこ、なんか地下かどっかのやつか。手めっちゃリアルだな。あー、カメラ落としちゃった。あー、おー、あー、お前二度と探索に出んな。二度と探索に出んだよお前、その能力で。おいどろ、キノピオ君はこの映像の場所でお化けに襲われ、そこで通信が途絶えてしまったのじゃ。いいかね、ルイージ君、この映像を手がかりにしてホテルのどこかにいるキノピオ君を見つけるんじゃ。そしてキノピオ君のことよりも何よりもわしのためにパワーアップの罰を持ち帰ってこい。怖っ。怖いな、自分の研究のためだったら人のことなんてどうでもいいと思ってるんだな。もうルイージの顔見ろよ博士、ルイージの顔ちゃんと見た方がいいぜ。もう博士の目の奥を見てるからね、博士の真相を見る。怖いな、ルイージの目、ルイージの顔めっちゃ怖くない？なんか、え、これ本当にルイージ、なんかもう乗っ取られてない？なんか洗脳されてる時になる漫画の表現である目だよこれ。おーおーおー、でもずれとルイージの目が気になってしょうがねえ。わしの発明がかかっておるんじゃからの、こいつは重要ミッションじゃぞ。
イカれてやがる。それじゃあ行ってこい、ルイージ君。行ってくるか。おい、大丈夫か、青い木のピオなあ。お前も俺と一緒に行った方がいいんじゃねえか。一応これどうしよう、戻ってきた時にさ、キノピオと2人で戻ってきて、博士にあれ青キノピオはどこだいみたいな、えそんなもん最初からいなかったじゃろみたいな感じの、博士その口についてるキノコは、あなんでもないわい、こんなさ悪魔みたいなストーリー妄想だけでずっと話し続けてる俺すごいな、俺妄想が得意なのかもしれない。これどこに行けばいいんだ。あ、ここ関係ねえから、俺のブードルモルマレのところ関係ねえから、地下だったよねあれ。一旦各地下庫行くか。各地下庫、各地下庫に行きますね。地下に行って、はい、何階だったっけ、何階大冒険。メンテナンスフロア、パーキングはベースラーバーから、あ、ここだな、メンテナンスフロアだな。行きましょう、ここに行こう。ルイージのさ、鼻歌聞く？ルイージの鼻歌結構時間かかるんだよね。ちょ、ルイージが鼻歌歌ってくれるまでここに突っ立ってよ。いや、ほんとに、ルイージの鼻歌すげえちっちゃいから、ちょっと俺音量上げて聞いていい？めちゃめちゃ音量上げていい？ルイージそろそろ、これ、開いてから歌うのかな？いいよ。いつでも待ってますよ。もう鼻歌じゃなくない？最後プルルーンって普通に口で言ってなかった今鼻でその鼻歌でそれ表現できないと思うんだけど。だったら探しに行くしかねえから、まあ、もうひたすら戻ればいいってことだよね。これできるんかい。お互いびっくりすんな。まあさすがにそうだよね、できるよね、もう一発で。うわー、ここまでとか、お前かい。仕方ない、おめえだ、おめえだ、一気に終わらせてやるとしよう。これは光らせーので弾を回収するだけど、はい、ここら辺はそんなに苦戦することもなくですね。攻撃してくんじゃねえぞ、俺に、俺に攻撃してくんなよお前。 OK、 簡単だな、早いな。お金かな、何も入ってないお金か。あー結構入ってんだ。あーでも今とにかくキノピオのところに行くことで始まるから、敵いんのかこれ。敵がいるわけでもねえのか。なんだお前、敵、お前敵、お前敵、敵かお前、敵くせえな。あ敵だー、え違う、こいつはおわっくそ、おめえらかよ。なんだその思わせぶりの敵。よし、バケツ小僧もぶっ倒して、待って、俺の嫌いなやついた、俺の嫌いなやついる。おい金玉、金玉てめえ金玉やろうかよお前嫌いなんだよくそ切ったわが。よしオッケー。あーでも体力満タンじゃないのか、さっき進んでる。これなんかさ敵増えてきたな、そう考えると。あーのネズミには消えてもらいの、あーあれちょっと待ってよ、あれこれだ、あここだここだここだ、ここでなんかあったな、ここで転んでたみたいな感じだったから、こっちかこっちかこっちか、ここに入ろう。おいキノピオ、お前のために俺めっちゃ苦労してんだけど。逆にキノピオここに来るまでによくあの1体だけで済んだね。ただでさ俺めちゃめちゃ敵に合ってんのに。これ登れる、登れるわけではない。ライブカメラここにあるんじゃねえの、ねえのか。じゃあとりあえず行ってもらう、ウイージにぐーるーっと行って、そこ関係ないかな。おしオッケー、なんか上のレバー回しちゃった気するけど、上のレバーなんか回しちゃった気するけど、まあいっかこれグイージ君これ流れで死んだらごめん。あーんとこう、あいるなおいおいかおい、あこれかこれかいたキノピオキノピオ帰るぞキノピオ、ちょっと待って、キノピオどうやって帰るんだ、キノピオどうやって帰るんだ、ちょっと俺は帰る、俺は帰るよ、俺帰るから、キノピオお前も無理やり入れ、ここに無理やり入り込んでこい、無理やり入り込んでこい、さあ入れキノピオ。なんか違うところ来ちゃったな、完全に違うところ来ちゃった気するけど、キノピオどう、え待って待って、一旦一旦俺が戻る何をするんだ、あこれだこれか、これで上だ、上こっちじゃん、こっちじゃん、こっちに飛ばす、あー帰ってきた、キノピオ、おお無事に見つかったようじゃの、
さっきの尾翼をそこから連れ出すがよい。まあ確かにな、非常食にしようとしてるからな。ルイージかっこいい、なんかこの感じ、この感じかっこいいな、この手の感じ。さて、そこからが本題じゃぞ。ほれ、二人でパワーアップのパーツを探すんじゃよ。あ、それあったね。ライブカメラの映像に映っとったからどんなものかわかるな。よろしくの、なんか貝みたいな、ホラー貝みたいなやつだったよな。うわ、キノピオじゃん、かわいいよな、キノピオ。あー、え、何それ。かわいい。え、何度でもできる、何度でもできる。おい、なんかおかしいぞ。おい、絶対にダメだぞ、それは。それも何でもありになるぞ。なあ、任天堂よ。そう、ちょっと待って、よし。よし、ねえ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 。嘘つけ、嘘つけ、お前、どんなスピードで、どんなスピードで戻ってきてんだよ、お前。で、なんだっけ、何を探すんだっけ。あ、これか、これか。あ、ルイジさん、見てください。あれが持ち帰ろうとしたパーツです。あんなところに。お前、そういえば喋るんだね。結構普通に喋ってたら、普通にやってる分には全然喋ってくんねえからさ、こういう時はちゃんと喋ってくれんのか。ああ、あんなところにっていうことは、これ回したいんだよね。これ回せるやつだよな。あ、はい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 、ルイージで出して、ルイージでこうして、でもこれ離れたらさ、あ、離れて大丈夫なんだ。イエーイ、これもね、これやりたくなっちゃう、これやりたくなっちゃう、めっちゃめっちゃやりたくなっちゃう。何この可愛さ、めっちゃいいな。で、回…あ、待って待って待って、ルイージじゃなくてグイージで回した方がいいのか。グイージここにいて、ルイージと…キノピオついてこい。やべえ、ずっと冒険して、キノピオずっとついてきててほしいんだけど、なんか楽しい冒険になりそうな気するよね。で、回そう。一回回せば十分、これで OK かい。で、取りに行くか。もうちょっと、なんか、なんだったらさ、もうなんか肩に乗ってていいけどね、ずっと。で、吸い込みかい、吸い込み、あ、これももしかしてのあれか。で、お金先集めていい。はい、ルイージじゃない、キノピオをぶっ飛ばすパターンか。ごめんな、キノピオ、なんか別に悪気があってやるわけじゃないから。おおおおお、なんか嫌な音したぞ。なんかこの感じでやってたら、気づいたらキノピオの顔あざだらけになってそうだな。青いあざだらけになってそうじゃない。久しぶりになんかキノピオの顔まじまじと見たら、あれ、なんかめっちゃあざじゃねえみたいな、 DV みたいな感じになりそうだな。さてに入れた、ガリガリ、いいね。すぐ電話してくんだ、お前。おお、それじゃ、それそれそれがパーツじゃ。よくぞ見つけ出してくれたの。さあ、ルイジ君たち、ベースラボに戻ってくるんじゃ。わしがオバキュームをパワーアップしてやるぞい。じゃ、このまま、じゃ、ハイタッチしとこ。イエーイ。あー、じゃ、乗って、もう、あ、そっか、これ別に、こっからでいいのか、ベースラボに行くのは。行くか。これ、キノピオも戻ってこれんの？ルイジ君、ここで、大変申し上げにくいお知らせなのじゃ。なんだ？もう絶対に悪いことっていうのことしかわからねえ。転送システムはなんと、整備不良のためただいま絶賛メンテナンス中なのだ。なのだっつっちゃったよ。ハム太郎みたいになっちゃった。なのだなのじゃ、なんでこういう時にメンテナンスなんだろうね。自分が一番やりたい時にこういうメンテナンスってよくさ、アプリとかでもあるよな。まあまあ、こういうのは使いたい時に限って使えなくなるもんなんじゃよ。なんなんだろうな、本当は使えるんだろうな、きっと。多分俺が、あ、青木のピオ逃げろ！ベースラボには自分の足で戻ってくるしかないぞ。とにかく頑張れ。じゃあな。腹立つな、あいつ。めっちゃ腹立つ、あいつさ。何す、自分を何だと思ってんだろうな。自分中心に世界回ってるとでも思ってんのかよ。じゃあグイージ君に回してもらって、あー、一回回す、もう一回回してもらうか。これで帰ればいいってことね。帰るぞ。よいしょ。まあでも普通にエレベーターで帰っていくだけなんだよな。何？寝てる。え？しまったわい。出口を塞がれてしまったぞい。こいつはピンチというやつじゃ。なんでお前ちょっと喜んでんの？なんか待って。なんか小山博士、
こいつ悪役感すげえんだよな。よくよく見たらこの左下のさ、小山博士の画像もさ、もっと明るい画像でいいわけじゃん。昔の写真現像する部屋みたいなところで撮ってるじゃん、これ。写真現像するなんか水にピターってつけて、そこで撮ってるような写真じゃん。ルイジ君、なんとかして別の道を探すんじゃ。マップを調べてみるんじゃよ。お前だろ、そういう役目は。お前本当に結局博士って言うけどよ、機械は確かに使えるね。だけどアドバイスとしては全然物足りない。キノピオどうする？ハイタッチしとっか。ここあ、これか、これか、こっからか。じゃここで登ってっていいの？なんだなんだなんだ。あ、え、なに、あ、どういうこと？あー、びっくりした、びっくりした。なに、一回消える必要あった今。あー、なに、うわー、これ、もうこれ、ずっとこれでいようよ。ずっとこれでいようぜ。うわー、え、ずっとこれでいいんだけど。行くか。あ、ごめん、ちょっと待ってね、ちょっと待って、ちょっと話す、ちょっと待って怖い、この速度が怖い。キノピオのこの速度めっちゃ怖いんだよ、ちょっともうちょっとなんかさ、違うスピード。消えた、金の袋消えた。確か前回、前々回ぐらいのこっちからはいけないようじゃのうみたいなところあったから、そこから行ってみる、そこのルートから行ってみるとしよう。キノピオ降りるときは普通にジャンプして降りるんだね。そこも乗ってほしいけどね、なんだったら。マジ、なんだ？あー、キノピオ！あー、助けてください！レイジさん、急いで！めっちゃ面白い今のキノピオ。助けてくださいめっちゃ、本当に怖かったんだろうな。本当に怖かったんだろうなって思うわ。うおー、離れる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 離れな離れな離れな。これもう、あ、オッケー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 。キノピオ、離れんな俺からな。絶対離れんなよ。ハイタッチしてほしいな。行くか、とりあえず先に進んでいこう。キノピオ、もう今の下りいらないからね。ちょっと近距離でいいよ、近距離でいいよ。もっと近距離でいい。俺が歩いてからちょっとさ、距離感考えていかなくていいから。行くよ。なんか声したよ、なんか変な声したよ。キノピオ、もうちょっと近距離でいいよ。俺が走るのと同時に走り出して、走って 0.5 秒後に走り出さないで。いくよ、せーの。おー、走り出しが遅い、走り出しがすごく遅い。捕まんなよ。これとにかく吸い込もう。ひたすらに吸い込んで、吸い込みの、こいつら別にそんなに強いわけじゃないから。キノピオ、お前走り回んな、走り回んな、お前左向いて吸い込みして、なに、キノピオが気になってしょうがない。キノピオ気になる、多いなお前ら。そしていけ、オッケー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 。まだいんの、オッケー、まだいんの、どんだけいんのこいつら。これ攻撃力としてはすげえ低いもんね。オッケーかい、これでオッケー、くせえな。いいね、キノピオ、お前何もやってないんだから。キノピオ、お前今のところ史上最弱だぜ。すっげえ弱いよ。キノピオが唯一マジで強いなって思うのは、マリオパーティー初代の最後のスロットルレーシングのところだけだよ。また変な声来た。待って、一旦スパイダーマン光らせたい。スパイダーマン、オッケー。で、光らせ、あ、連続スパイダーマンじゃん。連続スパイダーマン光らせて、お金も一応集めとくか。これちょっといけどんじゅうルイジも適当に飛ばすな、キノピオのこと。これあっち飛ばせんのか。あっち行けんだ、あっち行けんだな。この距離がすごい距離。お前めっちゃ焦ってくるじゃん、こっちに。どこにいんの？敵出た感じしたけどな、今。いないのか。あれ、こっちあっち行けない。こっから回っていくしかねえんだね。行こう。これのさ、下、左下の方が確か行ってなかった気がするんだよね。おい、先走んな、お前。そういうやつ絶対死ぬから。あ、思い出しました。レイジさん、こっちです。この先はすぐは出口に抜けられるはずですよ。バーボン、あ、出たバーボン。すぐバーボン言うな。めっちゃネズミいんな、ここ。あ、お前敵もいんのかい。敵いる。待って、今どこ行った。いた。あ、な、俺キノピオに行ってよ。なんで俺、そこ流れ的にキノピオじゃん。じゃあ80まで減らさせてもらいまして、これもういったかな。オッケー。さあ、ここ一体っぽいからハート欲しいな。
でもなんだかんだサクッといってる気もすんな。キノピオ、キノピオ、ここをどうすりゃいいの？これグイジ君で行くとかでもなかったよね。こっち。あー危ない、バットマン。危ないところだったな。キノピオ、見てたか。ごめんなさい、もう分かってます。別に。でも俺は知ってるんです。一人二人このバットマンモノマネがすごい好きですって言ってくれてる人がいるのは知ってるんで、俺はその一人二人のためだけにやってる。これ、あれか？絶対違う。あ、でもなんかそれっぽい。それっぽいよな、なんか。照準が合ってるもん。あ、違う、ごめんよ。ごめんよ。弱い弱いぶっ飛びでごめんよ。ここに。ダメだって、顔面あざだらけになるって。キノピオ今肌色だけどそのうち真っ青になってるって顔。ルイジさん見てください、扉がありますよ。ほらもう無理してるもん、無理してるもん。キノピオ絶対から元気だよきっと。あれ、でもこの扉ハンドルがついてませんね。ハンドルがついてない、ハンドルがついてない。ここで登場するのがグイジ君ですな。このグイジ君に開けてもらって、あー、ここにハンドルが入ってるとこではないのに、めっちゃ金あんな、めっちゃ金あんな。お、吸い込まれてる、吸い込まれてる、吸い込まれてる。キノピオがキノピオが吸い込まれてる。何して、何してんだ。戻れないから、一旦こっち来てからじゃなきゃ戻れないのか。ハンドル、お前がハンドルになるか。お、光らせる。あー、はいはい、電気が、あ、ハンドルあんじゃん、あそこに。あ、わかった。はい、了解。これ、キノピオ、ごめんな。また言ってもらう。ごめん、顔面あざだらけのキノピオ、ごめんな。ここに多分跳ね返して、これなんか昔、五右衛門でこういう要素あったわ。はい、これで取ってきて、キノピオ、どう降りてくる、これ。こ、降りれないな。キノピオ、キノピオ、どう、これ、どう降りてくんの。あ、きゃ、ダメだって。その技、キノピオ、禁止。禁止。このゲームとして良くない。このゲームとして、もうそれだったらさ、もう何でもありになっちゃうから、ほんとに。で、キノピオ、ここにつけて。つけて、これ。あ、これ回収していいの。ごめんよ。俺の手柄みたいになっちゃって。よいしょ。で、回します。ぐるりと回すと、鍵が、開けごまもんしいんだね。開けごまもんだ。キノピオが奥で見てる。すごい。でも違うところ見てんな。違うところ見てんな、あいつ。キノピオ、先行っていいよ。すげえな。ほんとに行くな、すごいスピードで。勝手に閉じて、どこここ。あー、スパイダーマン届くかな。はい。あー、でもそうだよね、お金が落ちていってしまう。でも俺下行けそうだよな、このキノピオのキュッキュッキュッキュなる靴下、靴じゃない、靴かわいい。あー、これも一応光らせて大きいの下か、なんかすんのか。でも普通に降りれんな、キノピオは。おその高さ大丈夫？もうワープ禁止だよ、ワープ禁止だよ。ああ、いいね、いいね。大丈夫か、足折れてないか。なかなか高いぞ、そこ。あ、ここもなんか繋がってんな。あ、キノピオ。キノピオ、ごめん。もう本当に怪我、本当に怪我だらけだと思う。顔がもう、もう、やだ、もうや